おはようございます。今日はね、簡単にお金をかけずにスタートできる筋トレの動画で、今日は腕トレやっていくから、とりあえずね、筋トレしたらアミノ酸ぶち込んだ方がいいよ。筋トレしてね、アミノ酸入れて、こう筋繊維の回復っていうのもそうなんだけど、アミノ酸入れることによって筋肉に行く前に肌とか髪の毛とか外見の部分が良くなった上で、こう筋肉のアウトラインを変えてくれるから、筋トレやってアミノ酸ぶち込みましょう。でね、今日もチューブ使ってやっていこうと思います。このチューブをね、まず手で持つところを合わせて、こう両手で持っちゃう、こういう風に。でね、ここ真ん中を片足で踏んでいくから。でね、この持ってるところを体の中央で引き上げていくだけだから、こうやって。本当はね、こう両手に持って引き上げて片方ずつ鍛える方がポイント的にはここに入るんだけど、こう始めたての人があんまり腕トレでここばっかり気にすると肘が痛くなったりするから、両方合わせて手幅狭くして引き上げて、そうするとね、二頭筋、腕の前もそうなんだけど、手狭くすることによって胸にも入んのよ。だから胸と腕の筋肉を一緒に動かせるから、この方がおすすめ。やっぱりね、いろんなところをの筋肉をまずは動かしてやって、成長させてやることが大事だから、まずやってみて、合わせてね、足で踏んで、これちゃんと踏んでね、ちゃんと踏まないとパーンって返ってくるからね、危ないから。で、合わせた上で引き上げる、こうね、引き上げる。ここ動いてんの分かる？そう。で、胸にもこれ入ってくるから、ほらね、なるべく体中の筋肉を動かしてやるところから始めましょう。まず1日ね、10分でも15分でもいいから筋トレやって、アミノ酸入れてやると外見もボディラインも変わってくるんで、やってみてください。じゃあまた。 Bye.